4年ぶりのヨーロッパ撮影旅行、汽車あり、グルメあり、地元のお祭りあり、そしてアクシデントありの夫婦珍道中です。さて今回はロマンチック街道近くを走る蒸気機関車に乗って撮影地に向かい、蒸気機関車の写真を撮影し、夜はビールとうまいものを食べるドイツネルトリンゲンの旅です。ではどうぞ。ネルトリンゲンのホテルの朝です。おはようございます。朝ごはん取っていきます。ジャムとフルーツ、そして、はい、で温かいものはたくさんあります。はい、パン類、お菓子、ケーキもあって、ドイツ風のパンと食パンに卵とフルーツ類とチーズと、やっぱりドイツに戻ってくるとチーズとハムがありました。コーヒー、紅茶とオレンジジュース、あとお水に果物、シリアルです。たくさんあります、はい、チーズは結構いろいろ種類があっておいしそうです。コーヒーメーカーの横にちょっとした、これはお菓子と何でしょう、後で食べてみますね。はい、まずは本能のままに食べたいものを先に取ってしまう私の調子、今日の調子です。これはピーマンじゃないですかね。ピーマンにチーズが入っているような気がします。ちょっと辛い、とんがらしかな、にチーズが入ってて、あ、これはお酒ですね。朝から飲みたくなるような感じ。ネルトリンゲンの朝の食事です。はいはい、バイエルン州なので、はい、プレッツェルですね。プレッツェル、はい、どうぞ。白ソーセージ、はい、スクランブルドエッグ、はい、チーズ、はい、でピクルスと生ハムです。はい、コーヒーはカプチーノにしました。はい、ぜひあのソーセージはマスタードつけて食べてみてください、はい、ハムどうぞ、美味しかった、ハムをどうぞ。ハム、はい、ハムね、美味しいんですよ。生ハムですかね、それ、うん、美味しいですね。美味しい、はい、うん、はい、カマンベールですけど、こんなに害は分厚いものかな。カマンベールの中にクルミとかパプリカとかいろんなものが入ってますね。こういう感じになります。なんか、はい、はありがとうございます。では食べてみましょう。はい、はい、クリーミーなカマンベールに、はい、クルミとかパプリカの味もあって、はい、非常に、うん、豊かな味わいがありますね、はい。はい、最後にヨーグルトにシリアルをかけて食べるのとスイカをいただきます。シリアルは6種類ぐらいかなありましたが、いつもオーソドックスな、うん、なんかこう甘系のチョコレートと甘系、これはコーンフレークっていうんですかね、仕方取らなくてあまり冒険はしないですね。でスイカ、甘いといいですね。最後はデザートですね。はい、ベリー系のヨーグルトに、はいはい、シリアルと果物を乗せます、はい、果物はパイナップルにメロンにマンゴーにリンゴですかね、はい、青リンゴと赤リンゴです、はい、それと果物はスイカとメロンはい、なんかメロンちょっとなんか黄色いですね。たまにあるよね。ありますね、ヨーロッパでは。ちょっと食べ
甘いかな。うん、甘い。甘い。スイカは？スイカも。はい、甘いスイカ、はい、うーん、いいですね、はい、では、はい、シリアルはあれですね、何種類もありましたけど、いつも同じ、同じこのハニー系が好きですですね。メロン、夕張メロンではないですけど、赤メロン、はい、いただいてください。うん、美味しい。では最後にもうちょっと食べてみようということで、はい、ケーキですね。ベイビー系のケーキ、はい、それとカプチーノもう一杯入れました、はい、美味しそうですね。ではちょっと食べてみましょう、はい、美味しそう。わ、大きいなんか入ってます。これはブドウですかね。ベイビーというのブドウでしたね、はい、そうなんですね。ブドウですか？いや、きっとブドウじゃないと思う。何でした？うん、分かんない。とりあえずブドウですか？ブドウですね。ブドウケーキ。美味しそう。カシナモンたっぷりで、シナモンがかかってます。はい。とてもいろんな、うん、あの朝食種類が多かったですね。うん、ぜひ撮影がなかったら。泡が欲しかった。泡ね、昨日の晩にスーパーで買って泡とゆっくり食べたいですね。お時間も、はい、寝ようかな。9時過ぎですごくゆっくり時間をかけて今日は食べてます。撮影がちょっとまだ遅いんですね。10時からですね。はい、はい、では撮影に向かいます。今日はロマンチック街道近くを走る汽車です。撮影ポイントを探すために一区間ネルトリンゲンからエッティンゲンまで汽車に乗ります。皆さんの行楽弁当です。
エッティンゲンに到着しました。車窓から見えた撮影ポイントへ、ここから徒歩で向かいます。いつも飲んでる焙煎ビールを作ってる醸造所です。これがその我が家でよく飲む焙煎ビールです。日本では山屋さんで買えます。詳しくは概要欄をご覧ください。最初の汽車がやってくる時間までに目的地に到着することはできず、途中の花畑で撮影しました。結構綺麗な写真が撮れました。ようやく到着です。今日はバイエルン保存鉄道がゼーランドエクスプレス、ネルトリンゲンからグンツェンハウゼンまで汽車を2往復走らせます。ここはネルトリンゲン近くのひまわり畑です。10月ですが名残ひまわりが咲いております。今日はここで撮影します。蒸気機関車の動画がなく申し訳ありません。第9話からは蒸気機関車の動画が少し増える予定です。ということで撮影を終えまして、ネルトリンゲンまで徒歩で戻ります。また約8キロの道のりです。ネルトリンゲンまで戻ってきますと、汽車が駅構内で入れ替え作業をしていました。そこそこ迫力のある、まあ良さげな写真がいくつか撮れました。よかったです。では撮影を終え夕食に向かいます。今夜はジクゼンブラウシチューレ、こちらも Google 高評価なお店です。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。よく歩きましたね。14キロも歩きました、はい、ではビールがうまいです。一つはいつものバイツ、冷えがちょっとあれかな、うん、そうだね。もう一つはピルス、うん、こっちの方が冷えてる。あー、美味しい。いいですね、うん、今日はまずは一つ目は木こりのステーキです。付け合わせはスペッツェルですね。ドイツ風のパスタ、それとやはりザワークラウトですね、キャベツの酢漬け頼みました。もう一つは定番豚のカツシュバインシュニッツェルです。で付け合わせはフライドポテトと肉サラダにしました。では、はい、木こりのステーキ食べてみましょう、はい、ね、豚のステーキの上に玉ねぎを、はい、乗っけます。玉ねぎとともにいただきましょう、はい、うまそうですね。美味しそうですね。うん、醤油っぽいソース、ね、あ、そんな感じですか、うん、日本人に非常に合う、はい、うん、はい、じゃあ続いてザワークラフトも食べてください、うん、じゃあ定番ザワークラフト、はい、はい、はい、あ、うん、あれですね、はい、あったかい、はい、そして今回ちょっと食べてみたかったシュペッツェ、はい、ちっちゃなパスタ、うん、バターで炒めてあるんで非常に美味しいです、うん、はい、はい、ではこちら、はい、豚のカツシュバインシュニッツェですね、はい、はい、今回レモンをはい、レモンたっぷり、はい、はい、はい、今回2回目ですね。そうですね、2枚も入ってます、はい、2枚も入ってますね。ではいただきましょう、はい、分厚いですね、はい、パン粉がパリパリ、中はジューシー、はい、うん、美味しい、美味しいですか、うん、一応ポテトも、うん、まあポテトはね、はい、普通にうまい、はい、うん、甘みのある美味しいポテトです、はい、
じゃあついでにサラダも食べてみてください。はい、はい、紫の何でしたっけこれ、うん、よくあるやつキャベツじゃないの？違った。また調べときましょう。何でしたっけね、うん、はい、おいしい、はいはいはい、美味しいですけどやっぱり量多いですよね。多いね。ねえ、ではドイツの白ワイン、グリューナーフェルトリーヌ、はい、頼んでみました。はい、うん、名前の通り青い香りがしますね、はい、緑の香り、はい、うん、酸味が程よい酸味で、うん、なんか喉越しのいいワインという言い方は良くないかもしれませんが、はい、美味しいです。美味しいですか、はい、はい、初の白ワインですね、今回の旅行で初の白ワイン、はい、もう一つはアドシニアビーグ醸造所のヘル、はい、うん、非常に香ばしいですね、はい、香ばしい味がします。今日も、はい、はい、豚と豚ですね、豚ばっかり、豚とビールの組み合わせ、はいはい、まあ、これはドイツと非常にいい、はい、今日はちょっといつもよりアルコールの量が多いですかね。多いですね。今日はよく歩きましたんで、はい、はい、いいですね。タクシーも使わなかったし、ウーバーも使わなかったので、飲んで食って、はい、帰りましょう。はい、ぜやく、完食です。はい、あ、オッケー。ビール3杯に白ワイン1杯、シュバインシュニッツェルに木こりのポークステーキでトータル 46.4 ユーロでした。はい、ネルトリンゲンの夜です。昼間は撮影で全く観光はしてません。飯を食っただけです。ではおやすみなさい。さて次回はネルトリンゲンから列車でパリを経由し、パリからはローカル列車で北フランスのアーブビルへの列車旅です。どうぞお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いします。サチトラベルでした。